おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい優勝の瞬間も見させてもらって、やっぱ感動するというか、もう目の当たりにも優勝っていうのがあって、はい、まあ、優勝するだろうなと思いながらも、うん、やっぱ今日もさすがの岡田野球、そうですね、素晴らしい試合を見せていただきました。どうですか、まず試合を見てずっと見られてたと思うんですけども、まあ、最初は硬かったし、はい、まあ、でもこの優勝の瞬間、なんで俺が泣くのか分かんないけどいや感動したのは栄光の架け橋、ね、横田の登場曲、それを使って、岩崎が出てきた。まあ、坂本にホームランを打たれてね、危ないシーンもあったし、あの秋広がねツーベース打ったっていうシーンがあったけども、あれもなんか横田が阻止してくれたのかなっていうようなね、うん、そんな感動もあったし、あの大山、はい、あの泣いてたな。泣いてましたね。なんかすごいやっぱりね重圧があったんだと思うよ。だからそれをすごく跳ねのけてね、まあ、今日でも1打席目ゲッツー打ってて先制のチャンスでね、はい、まあ、決勝 の、 あの犠牲フライというか、うん、まあ、そういうのは打ち上げてくれてたけども、いや1年間通してやっぱ大山っていうのはすごく耐えてたし、うん、よく頑張ったと思うよ、うん、でここまで4番にずっと座るまでの過程を考えると本当に苦しかったと思うし、でもあの大山の涙を見たときに良かったなと思ったね、うん、去年の悔しい思いもすごい責任を感じてますしね。まあそうだね、はい、だからまあそういう意味ではまあ、素晴らしい優勝だったし、もう本当に里輝もなんか3年連続20本という ね、 うね、なんか今日打つかみたいな、はい、まあ、そういう感動的なホームランもあったし、もう本当になんかこう素晴らしい18年の思いが詰まったような、まあ、優勝のシーンやったね、うん、どうですか今日の戦いを見て、うん、うん、まあ、豊さんが気になった点、ここはやっぱりさすがだなと思った点とは。すごいなと思ったのはノーアウト満塁を作って先制できなかったんだよね。そうです。で、まあ、初回もそうなんだけど、はい、ノーアウト1・3塁で、ワンアウト1・3塁ワンアウト1・3塁ダブルプレー、そう、それでチャンスを潰す。普通流れが変わって相手に流れが行きそうなところをやっぱ才木がさ、はい、やっぱ頑張るね、投手陣の頑張りはやっぱすごいなと思うのと、やっぱ8回に3人の投手で切り抜けたというね、はい、やっぱ岡田監督のその打つ手というのはやっぱ厳しくもあり、まあ、選手を守るということもあるし、やっぱ素晴らしいなっていうふうには今日も感じた。ここで動かすかみたいな場面もいやいっぱいあった。もう初回から振り返ってみたいと思うけど、今日の素晴らしいゲームはね、はい、まず中野が内野安打で出て、はいはい、で森下のセンター前でファンブルを見た中野が、うん、サードに走り1・3塁、はい、で大山がゲッツーを打ってその回無失点0点に抑えられたというね。で4回、最初中野がレフト前ヒットで森下がライト前でつなぐんだよね。でノーアウト1・2塁を作るんだよ。で1打席目の大山にどうするかなと思ったら、まあ確かに4番だから打たしていくよね。それでフルカウントになった時にどうするかなと思ったらライエンドヒットかけるんだよね。これが見事だったと思うよ。やっぱスライダーが来る、引っ掛ける、うん、そういうことも含めて、で大山の今の状態を考えたときに、うん、もう一回ゲッツー打つかもわからないという、うん、やっぱ読みもあったと思うんだけども、それで赤星のクイックもそんなに速くなかったんだよね、うん、1・2塁ということで、はい、それも見据えてラインドヒットをかける。またショートのちょっと深い位置に飛んで、まあ、門脇がどこにも投げられないという状況を作り満塁を作るんだよ、はい。だからこの満塁の作り方っていうのは素晴らしかったよね、うん、やっぱ選手の気持ちも考え、相手の投球配球、
そういうものも考えての、ノーアウト満塁の作り方だったと思うんだけども、うん、まあ、その後サトテルが三振、はい、でノイジーがピッチャーゴロ、1日3のゲッツーということで、はい、このチャンスを潰す。だからこれ完全にもう初回も潰してる、4回も潰した、これはジャイアンツに流れが来るなっていうところを、やっぱ才木がピシャッと抑えていくんだよね。で6回に点が入るなっていうふうに思ってたのは、はい、両軍1番から始まったんだよね、はい、で5回のブレイクタイムがある、はい、まあ、そこでもう1回仕切り直しなんだよ、うん、これは立ち上がりと同じように赤星は6回先頭打者近本から始まるのにだいぶ意識が多分強かったと思うんだけども、はい、その近本がライト前ヒット打ち、はい、中野がセンターフライ、はい、でワンアウトランナー一塁、はい、で森下、これがねツーボールワンストライクになった時にあれ単独スチールなのか、はい、ラインドヒットなのかちょっとわからないけどもエンドランなのか、はい、あのちょっとかけるんだよね、うん、で森下の打ち方見てると俺はエンドランだというふうに思うんだけど、はいはい、それで1、3塁を作る、またチャンスを、はい、広げて作るというね、はい、で大山がセンターに犠牲フライ、うん、続く佐藤が三振したスライダーを見事にセンターバックスクリーンに20号、3年連続20号のホームランを打つということ、うん、岡田監督がどん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 チャンスを広げる采配を打っていくんだよね。これがやっぱり、素晴らしかったと思うよ。これはやっぱりあそこでこう動かしていくっていうのはやっぱり他の監督さんとはちょっと違う点、ね、やっぱり勇気がいる。それはねノーアウト一塁で4番バッターの時にボールに手を出す確率が高いのに、はい、あえてラインドヒットをかけるんだよね。これはやっぱり盗塁が成功する、振っても大きな変化球で空振りするっていうふうに思ってたと思うんだよ、うん、でもちょっと高かったから、うん、大山も拾うことができて、はい、悩んだにするというね、うん、だからまあそういういろんな緻密な計算、この優勝争いの中のこの緻密な計算というのは、はい、やっぱ岡田監督はすごいなっていうふうに改めてまた感じるシーンだったよね、うん、でまあ7回かな、はい、7回ですね、うん、坂本がヒットで木浪に送りバント、はい、でまあここはあの最強変えるということで、木浪にバントさせたと思うんだけども、まあ、代打が原口がセカンドファールフライで近本があの中山のトンネルを誘い追加点を取るというね、はい、うん、だからやっぱすごいなと思うのと、また8回、岩佐がマウンドに上がり北村レフト前ヒット、大城がレフト線にツーベース、もうすぐパッとスイッチしたよね、うん、長野に石をぶつけて、はい、サードゴロ、萩尾代打、はい、ここで島本にスイッチ、あの門脇に対して島本をぶつけたから、はい、あの萩尾を代打、三振で丸三振ということでね、だから本当に打つ手打つ手が当たるというか、あそれに応えた選手、それも素晴らしかったし、本当になんかこう優勝するにふさわしいような締まったゲームというか、うん、まあ、巨人もね、あの岡本とか坂本が意地を見せてくれたけども、はい、ホームランということでね、はい、まあ、だけどやっぱ阪神の勢い、また阪神ファンの願い、これには、うん、あの通用しなかったという、まあ原監督もなんていうのかな、やっぱりこう悔しかったんだろうね。今日は終始こう眉間にシワが寄ってたというかね、うん、まあ、そういう対照的な両軍の監督だったけども、うん、まあ、でも1年間通して岡田監督の打つ手というのは本当に細かかったし、本当にその配球とか、うん、そういうものもねしっかり見据えた配球をされてたし、うん、はい、でフォアボールを取ることの重要性、うん、しかしその分三振は増えたけども得点は増えてるというね、うん、だからやっぱそのチームが持ってた課題を一つ一つクリアをしてこの優勝に導いたという、だからなんて言うんだろうな、みんながエンジンを作って喜んでる時に
やっぱおちゃらけてる人間は一人もいなかったし、そうですよね、みんな輪の中に入りたいということで、はい、みんなもみくちゃになれば おしくらまんじゅうかなとか思ったぐらいなんだけども、そういうなんかこう本当にみんなで勝ち取ったというような、うん、そういうシーンだったね。残念ながらこう怪我で途中で離脱してしまった、うん、梅野選手も、はい、あそこの場に来て、うん、来てたね。最後のそことベンチにいる時も前にこういる姿勢っていうのがあったじゃないですか。そうだね。なんかああいうのを見るとすごいこういいチームなんだなっていう。いや、やっぱりいいチームになったよ、はい、うん、勝つということがどれだけ素晴らしいことか、うん、チームを一つにどれだけすることなのかということも分かったし、やっぱその中に横田のね、今年は死ということはね、向き合わなきゃいけないあの現実もあったし、でも最後に岩崎があの胴上げの時にユニフォームを持って胴上げをされたというシーンなんかは、やっぱこうみんなの思いが一つにならないとやっぱり優勝には届かないし、やっぱ耐え切ったよね。そうですね、厳しいことに岡田監督って本当に厳しかったと思うよ、うん、厳しかったと思うけど、それを耐え抜いた、選手たちもう本当におめでとうございます。それと岡田監督あの言ってた、キャンプの時に俺に、豊かこの年になってしんどいぞって、うん、だけど岡田監督もファームからずっと見ながらね、うん、選手のコンディションを考えながらやった優勝ね、もう本当にちょっとゆっくりできする暇あんのかどうか分かんないけども、まあ、岡田監督ね、あの日本一目指して、ね、まだまだ夢の途中だろうし、頑張ってください。で道頓堀に飛び込んだ人はもう本当にあの危ないからね、はい、あの危険がないようにね、まだまだ先にも喜ぶチャンスっていうのは今の阪神だったら十分あるしね、はい、うん、だから日本一目指して、頑張ってほしいと思います、はい、まあ、とりあえず優勝おめでとうございます。